ギャル、ババアちゃん、スピード出すな。ここは30ですよ。ギャル、ババアちゃんへ。工場、大型車、出入り口、スピード落とせ。徐行。すごいなぁ、この標識。私有地だから、こういうのができるんだろうなぁ。本線の橋梁ですね、鉄橋ですね。で、荒川が見えてます。で、国道7号線が奥にありますね。今からね、今日はね、村上市街地の方じゃなくてね、関川っていうところに向かうんですよ。で、残念ながらね、今米坂線がね、乗れないっていうことでね、応援することも兼ねてね、私のチャンネルでね、結構あっちの方面の方が私の動画を見てくれてるんでね、今から関川に向かいたいと思います。ちなみにあっちの方向ですね、荒川に沿って向かっていくところにあります。少し水害の影響あったような痕跡がありますね。川の土砂のようなものが堆積してますね。前にね、写真動画時代にやったね、荒川の水門ですよね。で、今ね、113号から来たんですけどね、まだ片側通行各地でありますね。やっぱ道路ちょっと影響があったみたいですね。崖崩れかなんかあったんでしょうね。あちこちでね、土のうみたいな、トン袋みたいなのがたくさん積んでありますね。この先ね、片側通行多いんですよ。近づいてきましたね。今日はね、渡辺邸の周りをね、少し5分ぐらい歩いたらね、申し訳ないんですけどね、その先に行ってみます。ちょっとね、やっぱ米坂線のことが気がかりなんでね、ちょっと一番被害に遭ったところがね、どの辺なのかっていうのを、ね、見当つけてちょっと行ってみたいと思います。まあ、メインはね、渡辺邸の周りを歩くんですけどね、まあ、今日はもう日が暮れてしまうんでね、早速行きたいと思いますね。さあ、着きましたよ。今ね、渡辺邸の真ん前というよりね、ちょっと脇から入ってるんですけど、こっちのね、まっすぐ抜けたところに確か日帰り温泉か何かあったと思ったんですよね。後で戻って少し見ますけど、水車があってね、でメインの通りがあって、駅まで行くところはね、町屋みたいな作りになってるんですよ。あれが道の駅かな。歴史館があって、で公園があるな。ちょっと戻りますね。
コイの餌100円で売ってるの。今日は中入りませんけどね、まあ、動画なんでね、まあ、ぜひ見たい人は来てください。そんなにね東京から離れてませんからね、村上観光するような用事があったらねついでに来れますからね。まあできたらね、こちらの方メインにしてもらいたいですけどね。この役所の正面の向かいが一番の入り口になってるのかな、ここですね。5分だけって言ってたのになんか10分ぐらいになりそうだな。もうすぐ終わりますんでね、ここの紹介はね、この辺だけなんですよ。観光でね、歩いて回るね、そうだな、だいたい2、30分ぐらいかかるのかな、さっと見に来る人はね。自転車屋さんね、有名ですよね。ちょっと裏にはありますね、この看板があるんですよね。あ、こういうお医者さんもね観光に合わせて、まあ、補助金も出てるんでしょうけどリフォームしてますね。ちょっと今日はメインがね放浪看板の回じゃないんでちょっと近くには撮れませんけどね、こういう感じでね懐かしい感じ。お肉屋さん、このお肉屋さんもよく来てたな、前コロッケとか買いに来てましたよ。で、隣がね食堂なんですよね。意外と観光地にしてはまあまあリーズナブルですよ。かやぶき屋根、多分サムネはねあそこの、まあ、自転車屋さんの前でね撮るのがサムネにの候補になりそうですね。ではね、せせらぎ通り、柳とせせらぎ通り、もうちょっとあるんですけどね、駅に向かって歩きたいんですけど、今日はちょっと時間がないので、早速ね、最後、エンディングの場所に向かいたいと思います。道路の方もひどいな。さあ今日はね沼沢駅でお別れしたいと思います。先ほどはねだいぶ先の方のね車道のあったところのね橋桁もう崩れてましたよね。本当はね米沢線でもうちょっと被害の分かりやすいところまで行こうと思ったんですけどね、だいぶ先なんですよね、一番被害のあったところはですね。今日はもう時間がないんで行けなかったですね。で、またね機会があったらそこも行ってみたいと思いますし、まあ、あとはね部分部分だいたい見れるところは全部見させてもらったんですけどね、陸橋結構ひびが入ってたりね歪んでたりしたんでね、やっぱり保守点検必要だと思いますね。まあ一刻も早く復旧作業にかかってもらいたいですね。じゃあ今日はここでお別れしたいと思います。ありがとうございました。 LED の電気ついてるね。